さん、こんにちは。在宅ケアといえばちゃんとケア。今回は MC を担当するテテです。今回は看護師さんをお呼びしました。ちゃんとケアへ転職したら一体何が変わったのか話していただきました。それでは早速ご覧ください。ではこの3人で話を進めていこうと思います。何年ぐらい訪韓されてます？私は2ヶ月です。そうなんですか？8月に入ってきたばっかりです。その前はちょっとあの子育てでちょっとブランクがありまして、あの復職にあたってあのこちらを選びました。こちらでお世話になって6年は経ちました。訪問入浴を3年以上ちょっとさせていただいて、その前はあの子育てでやっぱり復職していて、でその前は病院とかクリニックをいろいろと経験させていただいてました。前職は病院勤務であったと思いますが、なぜ病院を離れようと思ったのですか？そもそも、まあ、仕事を辞めたのはやっぱり家庭と、まあ、仕事の両立っていうのがなかなかこ うまくいかなくて、だからどっちも中途半端になってしまって、それでモヤモヤして、でまずはやっぱり子育ての方をちゃんとやろうと思って1回離職しています。今回復職するときに訪問看護って選んだのは どういう理由とかあるんですか？ブランクがあったので、急にフルタイムっていうのはちょっと厳しいだろうっていうパートで、しかもこの時間の融通っていうのはちょっと聞いてくれそうなっていうのもあったりとか、クリニックよりも看護師としてのやりがい得られるんじゃないかなと思いまして、訪韓を選びました。田中さんはどうですか？もともとちょっと地域医療に興味があって、で、一回離職してから、で、訪問入浴を経験させていただいて、訪問看護に移りました。あまりこう、訪問看護が初めてなので、この介護の会社としての訪問看護と、病院がやってるところのこう訪問看護って、の違いがいまいちよくわからなくてですね。私はもうだいぶ昔の、あの病院の中の訪問看護ステーションだったから、ちょっと今 の状況とは違うのかもしれないんですけど、外来病棟訪問看護みたいなこう配置でこう行くと、どうしてもやっぱりなんかこう病院の考え方が強いから、病院の看護師さんっていう感じです。なんか介護会社の訪韓って看護師さんだけどヘルパーさんたちと一緒に介護してるっていう感じは私はしてるんですけど、あ、でもそれは実感しますね。やっぱり今までの経験からなんとなくわかるかなっていう、病院どうしても治療優先、生活優先、どっちかになるとしたら、でもあの利用者様の気持ちを尊重したいのが介護の方で、ここでかなりの葛藤があってるのかなと思うんですよね。すごい違いはあるかなっていうのは実感してる。どっちを自分がしたいかっていうところで選択肢が決まるのかなっていうのは、海藤さんもその働かれてみて、うん、なんか今の話の流れでこう思うこととかありますか？退院されてからの方が患者さんにとっては一番大事だなっていう場面は何度も感じてて、あの患者さん大丈夫だったかなって、大丈夫やっていけるかなっていう不安を覚えながらこういつもお見送りをしていたので、訪問看護がもうむしろまあ大事なのかなっていう、社会に出てからの方がやっぱちゃんとサポートしておいた方がいいんじゃないかなっていうのは感じながら病棟勤務してて、介護会社の方で働かせていただいて、家族の一員とまではできなかったとおこがましいかもしれないですけど、本当にお客様の生活に入ってお話ししたりケアしてるっていうのが楽しくって、こういう看護もあるんだなっていう、なんとなくこうイメージはあったんですけど、こういったところで看護師ってちゃんと求められてるんだなっていう、楽しいなと思いながらやらせてもらってます。フェイトケアに入社してみて思っていた、期待していたイメージとのギャップはありましたか？ギャップっていうか、一人一人の利用者様への申し送りっていうんですかね、それがすごく丁寧にいってるなっていうのをすごく感じて、今までは責任も自分だけっていうところにすごいプレッシャーもあったりとか、魅力の職業あったんですけど、訪韓だとみんなが一緒に考えてくれるっていう感じの雰囲気があるので、ケアについての自分が間違ってないかなっていう確認とか、なんか迷ってる時とか相談しやすい雰囲気なので、いい職場にいるかなっていうのは実感してます。
病院での看護のイメージしかなかったので、訪問が一体どんなところだろうっていうところもあったので、イメージってあんまりなかったっていうか、もうまっさらな状態で入ったので、入職してみて、あ、よかったなって思ったのが看護記録です。看護記録、はい、とっても安くて看護業務以外の業務がさっと片付いて、それは良かったなって思いました。はい、私はセントケアの前も実は介護の会社の訪問看護ステーションで似たようなところから来たのでですね、ギャップとかは実は前の会社からはないんですけど、いい点っていうのは、まあ、セントケアって本当にいっぱい会社があって、なんかいろんなところにいろんな訪問看護師さんがいるんだなっていう、なんか好きじゃないけど地域は変わってもなんか皆さんが悩んでることとか同じだなと思ったりとか、一生懸命やられてることとかをこうエピソードで聞くと頑張ろうって思えるっていうか、そこの一員になれたんだなっていうのを感じて仕事してます。なんかそんな感じですなんか最初はすぐに相談できるのかなっていう不安は、私九州に行ってちょっと東京遠いなと思ったんですけど、でも電話ですぐに対応してくださるし、遠さを感じない、働いてみて思いました、テーマ5、業務をしていて困ること、いかがでしたか。病院と在宅の違いが少し見えた気がしました。皆さんはどう感じたのでしょうか。はいだけは皆さん他の人も言いますもんね。皮下点滴っていうのがあるっていうのをこちらに来て知って、はい、びっくりしました。そういうのがあるんだと思って納得しながらやってるってまあその時はすごい時間がかかってしまう。来ないでって言われるのがやっぱりすごく訪問の仕事の中で大変だなっていうのは